めっちゃ単語覚えられるんだ、500語、600語って言ってるんですけど、どうやってんのかと。めちゃくちゃ早いんですよ。で、どうしても覚えられなそうな単語の場合は、これ気をつけなきゃいけないみたいなのありますか？あ、そうですね。さあ、で始まりました。もちチャンネル。さあ、今回は、はい。どうも、こんにちは。YouTube の松原です。はい、松原さんにおいでいただきまして。まあ、今、トイックを受けるために、はい。やってるんですけども、はい。やっぱりね、気になることがあってですね。やっぱ松原さんのね、動画を見ると、めっちゃ単語覚えられるんだ、英単語って言ってるじゃないですか。そうですね。まだ、一番バズってるやつも100万再生超えてるのが唯一、単語の暗記法が、はい。そう、単語の暗記法で、はい、まあ、1日500語だとかね。600語とかね。そうそうそう、500語、600語って言ってるんですけど、どうやってやんのかと。そもそも、はい、本当に実践できてるのか、はい、覚えてるのかというですね、そのやり方ですね、はいはい、本人が実際どうやって本当に身につくのかっていうので、はい、トイック受験するので、今僕のまあこのトイック、はい、単語帳まずこれをやりますね、はい、そしてその次のレベルとして銀フレですね。そして本当はここでとどまる予定だったんですよ、はい、とりあえず600だったんで、ただ思いのほか単語をやっぱり覚えられたんで、はい、ちょっと銀フレーズにそうですね、次のレベルまでもう昨日からいってるということで860までが一通りは早い早いと、めちゃくちゃ早いんですよ本当に。だからもう前に来た時はまだ何にもやってなかったんで、はい、もう来たらこれ終わりましたってなってたんで、はい、一体それどうやってやるのか、やり方を教えてください。はい、森田さんも僕もその仕事をしたり指導したりっていう、はい、勉強以外のこと結構多いと思うんですね、うん、だから短時間にやるっていうのが僕に合う方法だっていうところ で、うん、で短時間でやるためにはどうしたらいいのかなっていうところからちょっといろいろ考えたんです、うん、はい、結局その記憶って触れた回数によって、うん、まあ、多ければ多いほど覚えやすいっていう、はい、まあ、理屈があるじゃないですか。だから例えばここに知らない単語があったらもう知らない単語っていうふうにこう印をつけてるんですね、はいはいはい、もう一瞬でわかるじゃないですか。で、はい、このページに知らない単語があるから一応ここに折り目をつけておくんです、うん、全く折り目がないページもあるんでそれを飛ばしていくと、はいはいはい、で見たら次々に自分が知らない単語が分かってくるん で、うん、でそういう状況にまず仕込みをするっていうのが、まあ、大事です。印をそうですね、はい、めちゃめちゃついてるし折り込みもめっちゃ、はい、本当やってますからね、ちゃんとちゃんとやってます、はい、で逆に金のフレーズで860点のところなんかは、はい、分からない単語の方が多かったので、あ、なるほど、そしたらもう折り目つけずに印だけつけるっていうことをやってます、はい、まあ、仕込みをすると、うん、あとは目安としては1日3回回すってことの時に、はいはいはい、で例えばカフェとかでちょっと小さい声で声出してやっていくっていう、はい、どんな風に声出すのか、例えばそうですね、バンクリ宴会軽く同僚、いや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 、ちょちょちょ発音発音ちょ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 バンクエってね、はい、バンクエ、バンクエとカリーグじゃないですよ、ちょっとカリーグですよ、カリーグ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 同僚、ここにあるんですけど、バンクエってえバンクエ、はい、バンクエ、はいはい、でカンデイ志願者、キャンディデイ、はいはい、キャンディデイ、はい、エンクローズド、同梱された、同封された、はい、あ、訳も言う感じですね。あ、そうですね。で、訳は基本的には見ないで言えるかどうか。あー、なるほど、なるほど。これ、あ、これ、これですね。あの、多分違うだろうなと思って見逃したんですけど、見逃さなかったですね。ブローチャー。ブローシャー、ね。ブローシャー、ブローシャー。はい、ブローシャーって言ってたブローシャーって言うと分かれます。発音記号も音声もあるんで、やばい、ちょっと、そうですね、発音ちょっと。リスニングあるんで。そうそう、リスニングのちょっと勉強は続き聞こうと思って、はい。後で、はい。で、その感じで、リロケイ、再配置する。はい。で、マニュスクリプト、原稿、マージャーって言ってます。はい、そうですね。はい。合併ですね。そう、やっぱり単語はちゃんと覚えてるってね、もうちゃんと覚えてる。はい。アカムデイト、これ、収容する。ということ、対応するっていう意味でも出てくるので、注意ですね。はい。で、インスペクション、検査。という感じで、はい、これを、はい、もうとにかく、たくさんそうですね、今ちょっと声大きく出したんですけど、はい、まあカフェとかだと人様もいるんで、はい、もう本当に自分に聞こえる感じで やるって、普通単語出てこなかったらどうするの、こう言えなかったら、言えなかったら2、3回言ったりもするし、あ、同じところ時間なかったらもうそれ知らなかったけど見て、あ、まあ一旦これで宣誓式に入った、うん、念をかけてまた次、うん、ほいほいほい、で結局こういうのを1冊3回回す、今これだと1冊多分10分ぐらいで終わるんで、ああ10分ぐらい、これだと30分です、うん、でこれも同じくこれ15分ぐらいかかるんで、じゃこれ10分で600語というそういうことですか、そうですね、触れないのもあるってことですね、じゃあ、あ、そうですね、これだとこれ全部で600語です、はい、これじゃこれそうですね、10分もかかってないかもしれないですね、うん、まあ5分10分ぐらいかもしれないです、でもうこれとこれも同時に間髪でやるんで、大体これ2つで1周回して大体15分から20分、
くらいって感じですかね。すごい、それをもうひたすらやってるんですね。はい、で意味が全く想起できないものに関してはやっぱ 2,3 回言ったりはしてます、うんうんうん、はい、とにかく声に出すってことなんですね、はい、パッと見て声出してっていう、うん、でどうしても覚えられなそうな単語の場合は分解設備語、窃盗語とか分解できないかなって、はいはい、もたまにやるんですけど、うん、まあ、とにかく取りこぼしがあってもいいから大量に回していく、うんうんうん、である程度その8割ぐらい9割ぐらい覚えられるところに重きを置いていくっていうのをやって言ってました。ほうほうほう。で意外と早く終わりそうだったんで、これもちょっと昨日から手を出して。すごい。単語覚えるのが得意っていうのはやっぱ強いですね。はい、間違った発音で覚えるのは得意です。それはダメです。それはダメです。リスニングあるんで。そうですね。まあそうね。リスニングなくてリーディングだけだったらまあ確かにそれで。はい、わかりますよ。だって僕フランス語そうやってやってたんで、もう完全発音無視。はい、とにかく単語はフランス語検定1級まで覚える。やっぱ受験英語の時それでやってしまったんで、その名残がちょっと、はい、東大の院試フランス語で受けて、はい、めちゃくちゃ高得点だったって言われたんですけど、はい、でも発音覚えてなかったんで、フランス人の人のお世話係になった時は全部英語で逃げました一切フランス語使わずに逃げたんですけど、はい、そうなんですよ。やっぱりどちらかというと多分リーディングの方が狙えそうな気がしたんで、うん、とりあえず今回絶対600いきたいと思ってますので、うん、まあ、単語をちょっと増やして、あとまあそのリーディングのちょっと講師問題集練習していくことを重きにしながら今回ちょっと乗り切りたいと思ってます。単語のやるときこれ気をつけなきゃいけないみたいなのありますか？気をつける。そうですね、肩の力を入れすぎても良くないなと思って、はいはい、結構こうリラックスして、はい、あんま深く考えずにとにかくもうバーッとやっていくっていう。おー、なるほど、はい、でこのスピードを楽しむっていうか、どん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 進んでいくっていう、あと何入ってるか知らんけどみたいな、はい、でもまあそれぐらいの速度でガーって回すからやっぱ入るわけですね、はい、で結局なんか長い時間一つの単語かけようが短い時間かけようがさほど記憶率に関係がないっていう、はい、まあ、最初のなんか研究結果もあったのもあって、うん、まあ、僕も実際それ感じてます、うんうんうん、なので一単語にもう1秒でもいいから、うん、それを10回繰り返して10秒の方が1回で10秒よりも覚えやすいなっていう、はい、でこの方法だと全然ストレスがないので、うん、意外と続けられてるんです、はい、ただやっぱ音身につけなきゃいけないんで、ね、そうですね、全部音ありますから、その音声でクイズ形式にすることできるんで。なるほど。 ABC 度入ってますか？ ABC 度が入っていない。 Anyway, let's try anyway. Following the speech, we had dinner っていう風にもう自分ですぐにもう、まあフレーズの部分はできなくていいんで、あ、いやいや、はい、一通りこれ意味を覚えた後にそれで全部チェックしていくといい感じ、うん、これ今意味わかります？聞いて。あ、一応わかります、はい、それで音でのチェック方法をやってもらって、はい、それをやればいいですね、はい、それもリスニングの勉強としてすごく有効。そうです、なんでそういった形で音声、まあこちらも音声入ってます、はい、僕も、あ、はい、これですね、ぜひ。わかりました。音声でやってもらえればと思います。やります、はい、いよいよもう6月ですから、今月ですから試験。今月ですね、はい、あとどんな感じでやってるんですか？あとはもう今僕自分でこう勉強してみて課題感じることが多かったんで、うん、あのそもそもその平塾長がやってるベーシスのちょっと指導をちょっと今後受けていこうかなと思ってるんですね、うん、まあ、僕もその運営にちょっとこう関わらせていただいてるんで、はい、皆さん特に社会人の方とか時間があんまない方でも効率的にそのスコア上がっていかれてみてるんで、うん、ちょっと僕も受けようかなと自分で。なるほど。例えば受からなかったら返金しますとか、大学受験でも志望校に受からなかったら返金しますとか、はい、ありますね、はいはい、あるじゃないですか。平先生逆張りでトイック800到達したら返金しますみたいな、はい、英検準級買ったら返金しますっていう、はい、やってますね、企画やってらっしゃるんで、はい、僕そこ乗っかろうかなと。おお、なるほど、はい、一応条件もしっかりと指示されたことを素直にやって、で時間も、まあ、社会人だったら、まあ、90分から120分ぐらい取ってもらって1日で、ね、はい、であとはちゃんと6ヶ月受講して英検準1級 TOEIC 800に到達したらお支払いされた月謝の4割が返金される。あ、はいはいはい、一方英検2級 TOEIC 700の方は3割返金される、はいはい、あそこに到達すればということですね、はいはい、で、まあ、そういうなんか結構分かりやすくて明確な基準なんで、うん、まあ、僕もちょっとそれでやってみようと思ったんですけど、目標いくつですか？そしたらそれ600じゃ返金されないですか？まあ半年以上受けないといけないという条件があるんで、はいはいはい、一応目標800です。おー、なるほど。年内にちょうど、まあ、6月なんで12月、はい、6ヶ月ってことですね、はい、受験もやってるんですよね。あ、そう、大学受験も僕河合の前頭模試の偏差値で 67.5 以上受かった人は4割、あ、へえ、で65以上だと3割返金というのも、うん、私ホームページに書いてあるみたいなんで、それでも何教科でとかないんですか？ベーシスの英語だけなんですけど。あ、英語でってことなんですね、はい、
だから英語の授業をベーシスの指導内容で、はいはいはい、まあ、それを受けて受かった場合はっていう。なるほどなるほど、はい、分かりました、はい、じゃそういう形で松原さんやっていくんで、はい、ぜひとも応援してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。一緒に皆さん一緒に頑張りましょう。はい、今回は松原さんにですね、はい、どうやって単語を覚えたんだっていうね、はい、一緒に頑張りましょう。一緒に頑張ります。